また新しい言葉を考えました。今回の新しい言葉、オフドン、こちらなんですけれども、布団に寝かせた状態で床ドンをすること、オフドンです。発音としてはオフドンですね。すいません、ちょっと間違ってました。まあ壁ドンっていうのが流行ってるじゃないですか。なので、まあネットの上では布団があまりにも気持ちがいいということで、布団のことをオフトゥンって呼ぶ人がたくさんいるみたいです。私もたまにそういうことは使ってるんですけど、じゃあオフトゥンに床ドンしたらオフドゥンになるんじゃないっていうので、この言葉を考えました。まあ実生活に絶対に使わないと思うんですけれども、もし好きあらば使ってみてください。あ、ちなみになんですけど、この英単語、発音はオフンだそうです。はい、始まりました。第8回トワイスの妄想ラジオ、トワしゃべり。今回もゆるっとぐだっと一発撮りでやらせていただきたいと思います。最近寒くなってきましたねっていう話をしてから数ヶ月、まだ寒いことには寒いんですけれども、まあエアコンは使ったり使わなかったりっていうくらいまでには和らいできたんではないでしょうか。その代わり、なんか黄砂とか花粉とか飛んできて、私もちょっと気管支の方は弱い方でして、この時期になるといつも扁桃腺がやられたりだとか、あとは元々の鼻炎がちょっとひどくなったりだとか、そういう感じで辛い時期になってきました。皆さんもちょっと気管支に自信のない方は気をつけてお過ごしいただければと思います。今回なんですけれどもね、また妄想成分が入っていないなぁと思いつつも、結局話すことがないので話題を決めて話すという形にさせていただくことになったんですけれども、ってまあ自分一人で決めて自分一人で喋ってて何を言っているんだこの人はっていう感じだと思うんですけれども、まあちょっと何でしょう、言い訳としてはですね、ちょっと仕事の方がね忙しくなってしまいまして、なかなか妄想にパワーを注げないと言いますか。まあ妄想一回入っちゃえば本当にずっと楽しい時間が続くんですけれども、あまりに妄想に入り浸っているとちょっと現実を見られなくなってしまうというのが私の弱いところでして、いやメリハリをつけるって大変ですね、といったところでですね、私仕事でコーヒーを飲むっていうことを、信号カフェオンの時に喋ったと思うんですけれども、毎回というか毎日私がコーヒーを仕事に持っていくとかそういうことではなくて、職場で自販機で買ってるんですよ。1本100円とか110円のもので、それを毎日続けてたらさすがにお財布の中が寂しくなってきてですね、これはどうにかして節約をしないといけないなぁと思って楽天を見ていたら、なんと、とあるコーヒーが安かったんです。でまさかのですね、90本まとめ買いしました。あ、はい、バカです。私が買ったコーヒーがですね、コーワというところから発売されているパワードコーヒーというものなんですけれども、パワードコーヒーっていうのはロイヤルゼリーやナツメイキツとか、栄養ドリンクに入ってるような成分が入ったコーヒーでして、発売したのは確か2014年の4月頃。発売当初はですね、150円ぐらい、本当に栄養ドリンク1本買うのと同じぐらいの値段で発売されてて、私も当時物珍しくて買ったりとかしていたんですけれども、いつの間にか見なくなったなぁと思いつつ、今回の通販でですね、まさかの
かなり安い値段でまとめ買いができるということで、あ、これはうまくしたら節約につながるなということで買わせていただいたんですが、私が買ったところだと、私が買ったのがまず30本入りのブラックが1箱と、あと同じく30本入りのカフェオレが2箱、合計3箱、90本。で、値段がですね、送料とか消費税とか抜くとその3箱で2520円、割ることの90で割ると28、そう、消費税とか送料とか抜いて28円、ってことはそこに消費税を足していくと、8216の葉っぱ64の、2.24 だから30.24円、まあだいたい1本30円ぐらいにまで下落しちゃってるっていうことなんですよね。いや、発売当初は CM とかで工事現場っていうかトンネル掘りみたいな作業にシュワちゃんとか、あとは誰でしたっけ、ブルース・ウィリスでしたっけダイハードの、ダイハードは違うかな、まあでもそういったハリウッド俳優の人が工事現場で働きながらパワーって言ってる CM が話題になってたと思うんですけれども、そんなパワードコーヒーもやっぱり流行り廃りだったのかななんて思うとちょっとなんか寂しい気持ちになりますね。まあ皆さんも見かけてお見かけしたらですね、ぜひ飲んでみてください。で、なんでしょうね、このステマ的なそんな感じのものは今回は本当に何も練ってないと言いますか、話題だけ決めてとりあえず話すっていうスタイルはまあ変えていないんですけれども、うん、なんかいつもより喋れていない気がする。はい、まあ今回は短くなってしまいそうなんですが、パワードコーヒーについてはこんなもんですかね。で、次はですね、まあ初めてと言いますか、まあちょっと妄想成分も入れたいっていうことで苦し紛れではあるんですけれども、私が昔、それこそ昔、中学生時代、何年前だろう、もう10年も前になるのかな、私がオタクの道へと走ることになったきっかけっていうのが、友達に勧められたギャルゲーだったんですけれども、ダカーポというものにハマりましてですね、で、まあそれについては今回は語らないんですけれども、そのダカーポを勧められて友達よりもなぜか詳しくなってて、で、いつの間にか私がその沼にどっぷり浸かってしまったというところで、ダカーポの次あたりに来たゲームがシャッフルっていう作品だったんですよ。シャッフルっていうのは、なんて言ったらいいんだろう、ネーブルっていうところから発売した、パソコンの、18禁恋愛アドベンチャーゲームなんですけれども、まあ私が見た時は確かすでにアニメ化されてたんですよね。で、僕らの間では、僕らというか僕 とそれを進めてきた友達の間では、まあ大体アニメがメインで、で、僕のところ田舎なので、もちろんそれをアニメ放送でやってたわけでもなく、僕の友達の兄貴がレンタルしてきたとか、あとはちょっとネットの方で、落としてきたとか、そういうものを友達の家で、まあ鑑賞会というか、お菓子食いながらビデオ見る会みたいな、そういうので、まあみんなで盛り上がっていた時期があったんですけれども、そのシャッフルがですね、なんて説明したらいいんだろうな、とにかく主人公がイケメンでモテるっていう、まあ王道なのかな、恋愛アドベンチャーにおいては、まあ僕はギャルゲーといったらオタクではない世間一般の方々が一番先に思いつくであろうゲームは多分ときメモとかそういうものだと思うんですけど、あれは確か主人公に能力があって、まあ普通の一般人から自分磨きをしていって、だんだん
その攻略対象に合ったステータスを伸ばしていくっていうタイプだと思うんですけど、私が初めて進められたダカアポの時もそうだったんですけど、私がやったギャルゲーっていうのが大体まあ主人公が作中のヒロインと何らかの関わりを持ってて、まあ転びようによってはそっちに行けますぜっていう感じの、まあ本当にただ選択肢選ぶだけのゲームって言いますか、シナリオ重視のゲームと言いますか、なんかそういう感じのものを中学校時代にやってましたね。まあ最初に言ってしまうと、シャッフル自体は、私はゲームはまだやったことがないんですけれども、実況用のゲームを楽天の方でちょっと漁っている時に、シャッフルオンザステージっていうプレイステーション2版の、シャッフルが、ありましてですね、それのデラックスパックがいくらだったっけな、600円だったか800円で売ってたんですね。昔発売当初予約してでも買いたかったあのゲームが今では1000円以下で手に入っちゃうのっていうことで、その時買った実況用ゲームと一緒に合わせて買っちゃったんですよ、通販で。でまあその時からまあちょっとね腰を据えてギャルゲーをやる暇が取れずに未だに積んでいるんですけれども、まあ近いうちやりたいとは思っているんですが、実況でやるかプライベートでやるかはまたその時考えますけれども、まあその主人公は普通、シャッフルのストーリーの説明なんですが、主人公はまあ普通の人間なんですよ。でまあちょっと幼少期にいろいろ周りの子たちと絡む機会があって、で世界観としては人間界とあと魔界と何だっけな、神界、神の世界と書いて神界かな、確かその3つがつながって、人間と神族と魔族が交流を深めているっていう世界が舞台なんですよね。だから結構と言いますか、ヒロインが魔法を使えたりだとか、あとは人工生命体だったりとか、なんかそういう感じの、まあファンタジー要素もなかなか強い作品ではあるんですけれども、でまあその主人公は幼少期にいろいろな女の子と絡みまして、一軒隣の幼なじみと仲が良かったり、あと神界を滑る神王の娘さんと仲が良かったり、逆に魔族魔界の、魔王の娘さんと仲が良かったり、あとは昔からの腐れ縁の先輩に気に入られていたりと、まあなんやかんやモテてるという、そういう感じの進み方というか世界というか、それでやってるわけなんですけれども、ちょっと自分でも何言ってるかよくわからなくなってきたんですが、でですね、まあその当時人気が高かったのはやっぱりメインを張ると言いますか、大体二分されるのかなって思うんですけれども、さっき言った神王の娘のリシアンサスっていうこと、あと魔王の娘のネリネっていう、その二人がやっぱり一番強かったんじゃないかなと、人気の上では。アニメ版ではまたちょっとその2人とは違った結末を迎えるんですけれども、まあここは昔の作品とはいえちょっとネタバレは回避しておきましょう。ぜひアニメ版も多分ツタヤとかで借りれるんじゃないかなと思いますので、興味がありましたら見てみてください。世界観の説明だけで興味を持たれるっていうのもちょっとない話ではあると思うんですけれども、でですね、まあ今思い返したらではあるんですけど、私はですね、昔からそれこそダカアポをやり始めた時から、当時は自覚がなかったんですけど、このキャラが人気ですよっていう、本当にメインもメインっていう感じのヒロインは、確かにいいなとは思うんですけど、そこまで惹かれなくて、あれこいついたっけとか、こいつちょくちょく出てくるよねみたいな、
どっちかっていうとサブキャラ的な立ち位置のキャラに惹かれる傾向がありましてですね、シャッフルでもその傾向が強く出てるんですよね。私が好きなキャラ2人いまして、で1人が、プレイステーション2版ではメインヒロインに昇格したんですけれども、マユミタイムって言いまして、まあ確か新聞部みたいな位置で、でまあ左右の目の色が違う、で灰色の髪で貧乳っていう、まあなんて言いますかねまあちょっとマニアックなキャラって言ったらいいんでしょうか。うん。でまあ主人公女性だけど主人公の悪友的な存在っていう、まあうん、ある意味美味しい立ち位置ですかね。私としては美味しい立ち位置だと思うんですけれども、うん、何を言っているんだ。でまあその子だったり、あとはこれはもうすでにヒロインでもないんですけど、さっきちらっと言った、昔からの腐れ縁の先輩しぐれあさ先輩っていうのがまあメインヒロインの一人としているんですけど、その人のお母さんしぐれあまっていう人がいましてですね、まあ多分画像編集の時に出してるんですけど、まあ見ての通りと言いますか、これお母さんですかっていうお母さんというには若くないですかっていう、まあこのお母さん人間ではなくて魔族側の、人工生命体だったかな。まあちょっとその辺はまたネタバレになってしまうんで、っていうかまあこれを言った時点ですでに多大なるネタバレをしているんですけれども、まあそういう背景はあるんですけど、あまりにも可愛らしいじゃないですか、このしぐれあまさんに関しては。攻略できないのがすごく口惜しいといった形なんですけれども、まあ本当に当時シャッフルでは個人的に盛り上がらせていただきました。また何て言いますかね、実家に帰った時にでも友達と昔の話で語り合いたいなっていうことをふと思い出して、今回この話を持ち出してきたわけなんですが、うん、もうちょっと下調べをすれば語れたのかな。ちょっと時間がない中多少無理やり撮っちゃったからこうなったのかな。はい、ではですね、あそうだ、無茶振りとか、あとご意見ご感想、あと話題の提供などしていただけるとありがたいです。今回のお便りは、02でございました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます、いやよろしくお願いしますはい、では今回多分歴代一番短かったと思うんですけれども、エンディングの方行かせていただきたいと思います。はい、ではエンディングやっていきましょう。エンディングなんですけれども、まあ相変わらず実況の情報を流していきたいと思います。実況についてなんですけれども、まあスカイリムとバンピートロットに関しては相変わらず私の休日のたびに交互に1本ずつ上げていきたいと思います。でスカイリムなんですけれども、前回、パート53だったか52だったかで私のマイク設定ミスにより初のゆっくり実況の方をちょっとやらせていただいたんですけれども、あれはですね、今やってみると撮り直す気力がなかったと動画内で言ったんですけれども、正直撮り直した方が早かったですまあ私もちょっと興味本位と、あとノリだけで本当に始めてしまったゆっくり実況だったんで、本当にその日のうちにあげるって自分で言っておきながらこんなにかかるみたいな、本当にやり始めて
30分ぐらいで後悔し始めましたね。あ、これ撮り直してたらもう終わってたわみたいな。まあとは言ってもですね、あのゆっくり実況っていうのがあのどういうものかっていうのはまあ一応触れられたかなっていうのがありましたし、まあ作っててきついだけかと言われればやっぱりちょっと楽しかった部分はありますね。まあ生声で言うと絶対滑ってるなっていうネタでもゆっくりに言わせておけば割となんか、あ、なんか普通にネタだなっていう感じがするって言いますか、うん、他力本願っていうのはきっとこのことを言うんでしょうね。まあでもスカイリムに関しては多分あれがミスらなければ最初で最後の、ゆっくり実況に多分なると思いますので、スカイリムに関してはこれからもメインクエストの方、まあゆるっと続けていきたいと思います。まあしばらくはアルフタンドで捕まりそうですけれどもね。でバンピートロットの方なんですが、当初もうちょっと伸びるかなと個人的には思ってたんですけど、まあ私のちょっと至らないところなんでしょうが、あの再生回数の方があまり伸びなくてですね、まあちょっと予想をまあ裏切られたっていうとまた変なんですけれども、もうちょっとバンピートロット人気が出てもいいなって思うぐらい面白いゲームなので、まあちょっとまあ他の方の動画でもすでに見てるっていう可能性も大いにあるんですけれども、まあもっと流行ってもいいんじゃないかなっていうのが一つ私のまあ考えと言いますか、そんな感じですね。あれも本当に面白いゲームですので、まあただストーリーを進めていくだけっていう感じにはなってるんですけれども、もうちょっとなんとかして面白さを伝えたいなって思ってる実況の一つです。はい。で、最近上げたものだと、ロックマン X4 ですね。これは本当に、私が小学校だったか、中学校に上がる前ぐらいかなっていうぐらいによくやってたもので、やっぱり今やっても面白かったです、あれは。ただやっぱり難しかったですね、最後のシグマステージに関しては。道中と言いますか、ボス8体はなんとかなったにしても、やっぱり、シグマに関しては本当に地元にいた頃は小学生、中学生頃の時は全く倒せなかったんで、まあこらえ性がなかったというか相手の動きをよく見てなかったっていうのもきっとあると思うんですけれども、もともとあまり考えてゲームする方じゃないんで、ただその分他の8体のボスに関しては割と昔やってた時の感覚でやれたので、まあそっちの方は満足ですね。割とサクッといけたんじゃないかなと思います。まあちょっと途中どうしても順番変えられずに、危ない橋を渡るような真似を全くしなかったっていうのはちょっと、これがいいのか悪いのかはよくわからないんですけれども、まあ今ちょっとゼロ編の方を順次公開していくところなので、X 編の方も合わせてよろしくお願いします。で、まあ、ロックマン X4 と言いますか、スカイリムとバンピートロット以外に関しては、今のところではあるんですけど、仕事の日、休日にもまとめて編集して非公開状態に上げてありますので、まあ、あとは、1日1本、動画を上げるっていうことで、順次、非公開状態から公開にして、で、まあ、公開した時は Twitter の方にも通知が行くようにはしておりますので、まあ私のツイッターもや、YouTube のチャンネルの方も登録していただけると幸いでございます。よろしくお願いします。それで一つ驚いたことがありましてですね、年末にあげた伝道なんですけれども、あれのパート1がまさかの、私の動画の中で一番回数が多かったスカイリムのパート1を差し置いてと言いますか、早くも再生回数1000回を突破してしまいまして、まさか伸びるとはって思ったんですよね。電動結構マイナーなロボットだと思ってたんだけどなーっていうのが、ありまして、もしかしたらどっかのサイトとかで宣伝とかされてたのかなって思うぐらいかなりの再生回数の伸び率だったので、これは私としてもちょっと驚いているところでございます。見てくださった方々ありがとうございます。これからも頑張っていきます。
はい、まあ実況に関してはここまででしょうかね。あ、そうだ、とわしゃべりがですね、まあ本当に私の一人しゃべりを鍛えるためっていうのと、まあアドリブ力を鍛えるっていうのでとわしゃべりは上げさせていただいているんですけれども、まあ再生回数といいますか、聞いてくれる方があまりいらっしゃらないのを逆手にとってですね、今非公開中の動画や、これから実況する予定の動画についてもちらっと話していきたいと思います。それでですね、今非公開になってます近日公開かっこ PS2 となっている動画なんですけれども、これ先に言っちゃいましょう。ワンダと巨像でございます言っちゃっていいのかな。このワンダと巨像なんですけど、私はもう一周クリアしてまして、ノーマルの方で。で、まあある程度倒し方が分かってるとすぐ終わっちゃうかなと思いまして、ハードモードの方でやらせていただいております。ハードモードだとノーマルでやるときよりも弱点の数が多くなってて、あと巨像の攻撃力がすごく強くなってますね。一応これは初見で一発撮りという形ではなくて、しっかりロケ班用のデータを作って、そのちょっと実況よりも先1体2体ぐらいのボスを倒しつつ、それを追いかけるように実況をやっているんですけれども、それでもやっぱり敵の攻撃が一撃死クラスになっているので、一瞬たりとも気を抜けないですね。あれは結構緊張感とかが伝わるかなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。ロックマン X4 のゼロ編の後に公開する予定ですので、よろしくお願いします。あとは年末の実況で喋ったプレイステーションストアで買った3本と、実家から持ってきたっていう、まあいくつかのゲームが手元にあったり、あとは通販で手に入れたゲームがいくつかあったり、まあ大体はプレイステーション2のゲームばかり揃っているんですけれども、もしおすすめのゲームとか、あとはパソコンのフリーのホラーゲームの方ももしリクエストがあればやりたいなと思っておりますので、そちらの方もですね、お便りとしてツイッターや動画のコメントなどに送っていただけるとありがたいと思います。あとですね、私に連絡をする上で他の人の目に触れないように連絡するとなると、ツイッターのダイレクトメッセージになると思うんですが、ダイレクトメッセージって確か相互フォローじゃないとできなかったんだったかなっていうので、まあ使い勝手がよろしくないので、まあちょっと別途Gmail なり、あとは何でしたっけ、アスクフォームでしたっけ、なんかそういうものを使ってちょっと匿名性を保ちつつメッセージを送れるっていう環境を整えようかどうかっていうのをちょっと迷っているところでございますので、まあそれに関してもご意見をいただければ、まあちょっとそれに関しては検討中ですね。はい、ではもしかしたらこれお知らせの方が長くなってしまっているんですけれども、今回の、第8回 TWICE の妄想ラジオとはしゃべりはここまでとさせていただきます。私としてはもうちょっとこの緊張感に打ち勝って妄想していきたかったところではあるんですけど、まあそこは次回以降お楽しみにということで、はい、では、お便りの方なんですけれども、相変わらず動画のコメント欄、ブログは最近稼働してないかな、あとチャンネルのフリートーク欄、Twitter のリプ、DM などで受け付けておりますので、よろしくお願いします。では、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。